どうも、かしひろです。なつしです。有給休暇です。よろしくお願いします。今日もみんな画面の向こうで応援してな。どうせ変顔しとるやろ。お前のおかんのことか。あんたの嫁のことや。だいたいな、なんで上向いてんの。うちは梅田のタワーマンションか。住所の嫌やろ。分かっとるわ。なんとなく住所の失礼やろ。だいたいな、お前のおかん変顔を言うけど、あれでオリジナルの顔やろ。そのオリジナルの息子じゃん。お前が変顔を言い出したんやろ。その変顔と結婚したの誰や。だって結婚とか持ち出したの女子か。こんな顔の女子おるんか。ああ、女の子欲しかったな。正体表したらこの変態。おさっきから言いたい放題言いやがった。ほんままだいっぱいあるわ。今日もわざわざ有給取って M1 出とるし。待てよお前、わざわざな人理由欄に M1 出場のためと書いてきとるの。重曹です。待てよ、重曹重曹うるさいな。だいたい重曹とか知ってるからね。12、3って書いて重曹って知っとるわ。この14って書いたら重曹や。マジか。嘘じゃん。そら嫁も変顔なるわ。お前知らんのか、自分の血にその変顔の成分が 50% 流れとること。通りで毎朝起きてくるから、納得できん顔になっとったんや。かわいそうにな。嘘じゃん。腹立つな。だいたいお前の顔な、おかんの顔、そこまで変な顔ちゃうぞ。ほら、なんで結婚したんや。性格がええ子やったんや。おかげで俺もすくすくそうだったわ。人間顔だけやないし。カピバラみたいな顔やけどな。美人はな、だいたい性格悪いって言うやろ。お、よかったやん。お父さんの周りに美人おらん。ほら、手臭いねん。だいたいな、美人って3日で飽きんねん。4日目楽しみやな。いや、昔はな、スタイル良かった。今、夕立の赤裸王みたいな撮れ。一番可愛い写真が運転免許証。大阪府警に感謝せよ。だからしゃあないから最後な、消去法で顔選んで。変顔グランプリのチャンピオン。ってことはチャンピオンの息子さん、おめでとうございます。ありがとうございます。生まれる意味間違えたわ。もうええわ。どうも、こんにちは。